さき俺が目を覚ました時は湯船の中だったビール瓶と一緒に氷漬けだ肌は真っ青さ湯船の中に氷漬けにされて息ができやしない皮はプチだとは分かったがハドソンなのやらイーストなのやら実際この町や一旦意識を失うとこっぴどい目に遭わされる全身傷だらけ階段を落っこたされたみたいだ 転がり落ちたんじゃなく、足で蹴飛ばされてさ。一つだけ覚えてるよ。髪の毛を剃り落とされて丸坊主になったの。まだある。俺を路地のゴミくず入れに詰め込みやがって。気がついた時は体中、火傷に切り傷。まったくひどい奴らだ。一旦意識を失うと、何をしてかすことか。目が覚めたら酸っぱだか。湯船の中で氷漬けさ。 この劇は、我が町という題です。作者は、ソートン・ワイルダー。提供と演出は A 氏。出演するのは、C 城、D 城、E 城、F 市、G 氏、H 市、その他大勢です。我が町の名は、ニューハンプシャーのグローバーズ・コーナーズ。マサチューセッツ州からの境界線を、ちょうど越えたばかりの地点で、北緯42度40分。 生形70度37分です。第一幕は我が町のある一日をお目にかけます。その日は1901年5月7日、ちょうど夜明け前のことです。